ふ。ナナンララって普段どこにいるんだろう。うちに遊びに来てほしいな。私もよ。久しぶりね。最近調子はどうかしら。楽しんでいるみたいで何よりだわ。手がかりを探しながら、ついでに気分転換でもしようと思ってね。実は世界樹を救った後から私の記憶に一部曖昧な断片が存在するの。まだ一つ何かすごく大事なことが残っている。それをうっすらと覚えているのに、それが何なのかどうしても思い出せなくて。え、なんでそんなことが。心配すんな、思い出せるよ。オイラたちが一緒に手伝ってやるぞ。え、ありがとう。それなら一つ見せたいものがあるわ。おお、すごく綺麗だな。しかもなんか力に満ち溢れてる感じがするぞ。これは私がスラサタンナ聖書で見つけたものよ。でも私はこれについて全く見覚えがないの。中には純粋な元素力が詰まっていて、私の力にかなり似ているけど少し違うみたい。曖昧になっている記憶と何か関係があると思って調べてもみたわ。でも収穫は何もなかった。旅人、お前は何か思い当たることないか。じゃあこうしようぜ。ナヒーダ、オイラたちこれからちょうど冒険に出ようとしてたところなんだ。もし何か手がかりを見つけたらすぐお前に教えてやるぜ。ありがとう。まさかまたあなたたちに面倒をかけることになるなんてね。そう遠慮すんなって。お前こそまだ心配事がたくさんあるんだろう。ほら、どっか行け。ここはキノコンが来ていい場所じゃない。申し訳ありません、宗神様。キノコンは普段ここに近寄らないのですが。まだどっか行かないのなら力ずくで追っ払うぞ。ちょっと待って、この子何か言おうとしているみたい。宗神様、こいつは魔物ですよ。大丈夫。
ええ、そう。いいわ。大体わかった。どうやらこの子、私たちをどこかに連れて行きたいようね。今のでわかったのかよ。ええ。生き物によって生活習慣やコミュニケーションの取り方に違いはあれど、その感情は共通しているわ。この子からは焦りと恐怖を読み取れた。私たちの助けを必要としているみたい。まあ、確かにキノコンは可愛いやつだけど。そうだな。じゃあ行ってみるか。え、この子が道案内をしてくれるはずよ。見た目はみんな似てるけど、キノコンの中には穏やかなやつもいれば、凶暴で人を見たらすぐ襲いかかるキノコンもいるんだよな。仕方ないわ。この子たちの目には人間が凶悪な魔物に映っているのかもしれないもの。この子たちには人間の行動に攻撃性があるかどうかなんて理解できない。そして人間が武器を出す頃には手遅れになってしまう。ならいっそのこと先手を打ってそれから考えた方がいいでしょ。なんだか人間の考え方とあんま変わらない気がするな。だから言ったでしょ、感情は共通しているって。また。いつになったら定年退職できるんだ。と、はびこれ。すごく焦っているし、恐怖も感じているわ。なるほどね。あんなに焦っていたのは、このキノコンが気絶していたことが原因みたい。見たところ、こいつら家族っぽいな。つまりこのキノコンはナヒーダに家族のことを見てもらいたかったってことか。おそらくそうね。キノコンの思考は単純なものだけれど、元素力に対してはかなり敏感だわ。きっと私が戻ってきた時に気づいたんでしょう。私ならこの子を助けられるかもしれないって。見せてちょうだい。よくある症状ならなんとかできるはず。え、どうしたんだナヒーダ。どういうこと。おかしい。このキノコン、胞子から進化した生命体ではなく、元素生物だわ。え？元素生物？ええ。普段あなたたちがよく目にするキノコンは、元素力を使えるけど、それは、あくまで自然界にある元素力を借りているに過ぎないわ。でも、このキノコンには、体表の下に、キノコン類と同じ生態構造がない。その代わりに、元素が渦巻いている。
ええ、実に不思議だわ。こんな生き物、見たことがない。ナヒーダが知らないなんて。見たところ、この元素力の塊に巨大な穴ができているわ。この穴が元素力の正常な流れを阻み、この子を気絶させているみたい。じゃあ、その穴を埋めれば、こいつは目を覚ますってことか？ええ、そのはずね。これはちょうど、私が最も得意とすることよ。今すぐ治療してあげましょう。の力がうまく融合しているわ。もう心配する必要はなさそうね。草の王、草の王ですか。私をお救いくださったのが草の王だなんて、ありがとうございます。それに隣にいる見知らぬ人と生物にも感謝を。うえー、キノ君が喋った。見知らぬ生物が言葉を発するなんて、私もあなたと同じくらい驚いています。オイラはどっからどう見ても喋れるだろう。それからオイラは見知らぬ生物じゃない、パイモンだ。パイモンというのですね。こんにちは。私はまだ見た目で生物の知能指数を判断できません。言葉を発してから初めてあなたが喋れることを知ったので。よ、そんなに真面目に答えなくてもいいって。オイラの見た目って言葉を話せないように見えるのか？そんな風には見えないと思ってたけど。誤解です、パイモン。口という器官には言葉を発する以外にも、食事や呼吸といった重要な機能があります。血があっても必ず喋れるとは限りません。あなたは今までに見たことない生物でしたので、憶測だけで定義づけることもはばかられました。あなたの見た目が人間と相似したものでも、外見の似たキノコとスライムのように中身が全く異なるケースだってよくあります。このキノコン、奨励院で勉強でもしてたのか？オイラよりよく喋るぞ。あなた、やはりキノコンではないようね。ええ、あなたたちからしたら少し唐突なことでしょう。きっと聞きたいこともたくさんあるかと思います。まずは場所を変えましょう。私がわけのわからない言葉で長々と喋っていたら、私の家族が怖がってしまいますので。
けてくれてありがとう、と言っています。私は、テイワットにいるすべての生物を知り尽くしていると自負しているわ。この目で見たことがなくとも、相応の知識を持っているつもりよ。でも、すべての元素生物の特徴と比較しても、あなたと一致するものが見当たらない。あなたは何者？一体どこから来たのかしら？私は、非常に古い種族の生まれです。私たちは、長い年月もの間、ずっと存在し続けてきました。おそらく、それはどんな記録よりも長いかもしれません。私の故郷は清らかで美しく、緑にあふれたところでした。私と私の家族たちは、何の憂いも心配もなく、日々を楽しく過ごしていたのですが、世界の滅亡が訪れたことで、故郷は一変しました。恐ろしい力が全てを飲み込み、最悪の種が私たちの体内に根ざして芽生えると、やがて歪んで制御が効かなくなったのです。世界の滅亡の被害者でありながら、世界の滅亡そのものとなりました。世界の滅亡？私にもよくわからないわ。一種の偶話のようにも聞こえるけど。すごく複雑で、とても長い道のりでしたので、すぐに理解していただけるような説明は、できそうにありません。大丈夫よ。別に責めているわけじゃないから、続けてちょうだい。はい。私は運よく生き残り、一部の家族たちと一緒に故郷を離れました。スメールで故郷を救う方法を探そうとしたのです。私たちは様々な種族と交流をして、その文化と知識を学び、世界の滅亡の真相を理解しようとしました。後になって知ったのですが、世界の滅亡の力は人間から禁忌の知識と呼ばれているそうです。禁忌の知識がお前の故郷を滅ぼした？じゃあ、まさかお前は砂漠から来たのか？いえ、今も故郷を救う方法を探しているのよね。でも、砂漠の災いは、とっくに終わったはずよ。草の王の言う通り、砂漠ではありません。自分の故郷の場所を、あなたたちに教えてあげたいのですが、残念ながら、忘れてしまいました。滑稽に聞こえるかもしれませんね。私と私の家族たちにとって一番大事なことだったというのに。どうしてそんなことになったの？私は世界の滅亡により汚染された生命体。その汚染が消えた時に一部の知識と記憶も持っていかれたのです。なるほど。そういうこと。あの元素力の穴も、禁忌の知識が消えた後に残されたものね。ごめんなさい。こんなことが起こるなんて、予想していなかったの。大丈夫です。草の王が謝る必要はありません。あなた様が動いてくれていなければ、私が失っていたのは、
知識と記憶だけではありませんでしたから。それに私だけが救われたわけではなく、この世界に残された禁忌の知識も全て草の王によって一掃されたのですよね。ええ、禁忌の知識はもうないわ。あなたの故郷も救われたはずよ。私の故郷も救われた。故郷に帰れる。ずっとずっとこれは希望の見えない願いだと思っていました。それがまさかこんなにも早く叶うなんて。私は一族の使命を果たせず、故郷を救う方法を見つけられませんでした。天津さえ、故郷の場所さえも忘れてしまいました。あなたのせいじゃないわ。十分よくやってきたのだから。どの種族も禁忌の知識に対抗するために重い代価を払ってきた。これは一つの個体が背負うべき責任ではないの。さっき言っていたけれど、その故郷の生き残りはあなただけじゃないのよね。他の家族はどこにいるのかしら。もしかしたら場所を覚えている子がいるかもしれないわ。世界の滅亡は私たちをひどく苦しめ、多くの家族の命を終わらせました。誰が生き残っているのかは私にもわかりません。そうなのね。でも心配無用よ。私に任せてちょうだい。他の子たちを見つけられると思うわ。ウリンはアランナラたちに任せるとして、シティは善良な子供たちに頼みましょう。そっか、あいつらに手伝ってもらえばいいんだな。ちょっと待っててちょうだい。すぐ連絡するから。これでいいわ。見つかるまで多少時間がかかるでしょうから、少し待ちましょう。ありがとうございます、草の王。私たちは皆信じていました。草の王が約束を守ってくれることを。目が覚めてあなた様を見たその瞬間から、ある予感がしていたのです。あなた、約束？もう覚えていないかもしれません。でもこれは私たちが深く信じている予言です。最悪が終わった暁には草の王が私たちを故郷まで連れ戻してくれると。そうだったのね。本当にごめんなさい。私の記憶にも少しおぼろげな部分があるの。でもあなたたちの故郷を心配しているのは事実よ。私に迷惑をかけるとかは考えないでちょうだい。これは私がやるべきことだから。では情報が集まるのを待つ間、ある場所まで一緒に来てもらえませんか。共に帰郷できる家族は多いほどいいので。でもどこにいるのかわからないんだろう。はい、でも私はその最後を知っています。歩きながら説明しましょう。
一つとても気がかりなことがあるわ。ええ、あの子の前ではあえて口にしなかったんだけど、結晶の力が私のものと似て非なるものだって話したのは覚えているかしら。実は結晶の元素力があのキノコンのものと全く同じだったのよ。なんだって？ええ、あの子が言っていた予言は、その種族を代表する元素生命がかつて私と結んだ約束のはずよ。その故郷を救うためには、まず禁忌の知識について解決しなければならない。でもそれをすれば私に影響が出ることになる。今までずっとやり残したことがあるように感じていたけれど、これで説明がつくわ。なるほど。でもあいつから得られた情報が少なすぎるよな。残念だけどこれじゃ難しいんじゃないか。そうね、あの子が説明してくれた故郷を私もずっと考えていたけれど、思い当たるところはなかったわ。あの子たちを故郷に返してあげないとね。もうさまよい続ける必要はないんだから。案内します。ここは少し歩きにくいので。安心しろ、オイラに歩きにくい道なんてないからな。ノア、敵だ！お前に任せた！難攻不落！裁きの雷槌。手をつなぎます。どれだけ時間が経っても、急に時間を止められてしまったというように感じます。逃げ道はありません。剣女万弱。あなた方はかなりのやり手のようですね。たとえ世界の滅亡の中にあったとしても、生き残る術を見つけられたでしょう。そう。
そういえばずっと聞きたかったんだけど、お前たちって元からその姿だったのか？いえ、私たち種族は環境に応じて姿が変化するんです。このスメールの土地で様々な生物と交流をした後、キノコンこそがこの土地に最も適応した生命形態であると気づきました。そのため私たちも徐々にキノコンの姿となり、その種族に溶け込んでいったのです。そんなことができるのかよ。生命にとって一番重要な本能は適応することではありませんか。これ式のこと、何も驚くようなことではないと思いますが、あなたの手がそのような形をしているのは、道具を簡単につかみそれを使うためです。そしてキノコンが元素力を吸収するのは、環境に溶け込み天敵から身を守るためになります。私たちは草元素生物であり、この大陸に生息する最も古い生命の一種ゆえに、適応力もいささか高いのです。つまりオイラが望めばオイラも姿を変えられるってことか。もちろんそこまで自由なものではありません。時間の助けも必要となります。こういったことは全て私たちにとって常識ですが、説明するとなると難しいものですね。簡単に言えば、形態を変化するには力が必要で、その力は時間に由来します。苗を一瞬で大樹まで成長させることはできませんし、木々を一瞬で実らせることもできません。なるほど。人間にも似たような言葉があるわよ。つまり成長ってことね。おお、さすがなヒーだ。その言葉ですぐに理解できたぜ。成長、なるほど。ではこれこそ成長ですね。素敵な言葉です。道中ゆっくりとこれを噛みしめるとしましょう。あとどれくらいで着くんだ？もう半分過ぎました。頑張ってください。バイモン、おんぶでもしましょうか？いやただ聞いてみただけだって。別に疲れてなんかないから。どうやら人の世話を焼くのが好きなようね、あなた。そうなのでしょうか。草の王もいかがです？おんぶしましょうか？そんなことしたらお互い動きにくくなると思うわ。それより私の頭の上に乗るのはどうかし。どうやらおんぶという行為への理解が違うようです。疲れているかどうかに関係なく、背におんぶして高く持ち上げるだけで、子供はいつも喜んでくれていました。子供？最初に会った2匹のキノコンのことか？はい、あれは私の友人と、それから私の子供です。お前の子供は喋れないんだな。あの子はただのキノコンですから。私の存在によってキノコンの一族に変化をもたらしたり、本来の姿に影響を与えたりはしたくありません。でもあの子にも二
普通のキノコンとは違うところがあります。あの子は人間の言葉を漠然と理解することができるんです。ですから名前をつけてみました。の、きっと可愛い名前なんだろうな。例えばポコポコビーディーみたいに。バイモンは名前の付け方が独特ですね。あ、あれ、おいらこの名前にはすごく自信があったんだけど。不思議な響きの中に愛らしさが詰め込まれているわ。これはパイモンにしか思いつかない名前ね。ひひ、そうだろ。私がつけた名前はパイモンのものほど創意に富んだものではなく、冒険者から学んだ言葉です。確か、ごめんなさい、これも忘れてしまいました。どうやら私は重要なことをたくさん忘れているようです。はい、帰る前に絶対思い出さないと。これは故郷と同じくらい大事なことですから。こちらです。もう少しで着きます。聞いたことがあります。これが私たちのような生命の末路であり、最後に見せる姿です。よくわかんないんだけど、どういうことだ。この子が言いたいのは、生命が散々苦しめられて最終的に死を迎えると、死域の腫瘍になるということでしょうね。草の王の助けがなければ、私もこのような結末を迎えていたでしょう。地域って、そうやって生まれてたのか。過去の研究によると、地域を生み出した元凶は、近畿の知識なの。そして、近畿の知識が完全に消えても、それがもたらした影響はそのまま残る。地域が一緒に消えたりはしないわ。この子たちは長いこと、近畿の知識に苛まれてきた。だから最終的に地域になってしまうのも頷けるわね。最も悲しく、そして同情せざるを得ない最後だわ。私が故郷を離れた時、このような花が至る所に咲いていました。その花はそれぞれが一つの生命であったことを意味しています。清らかな湖の中から、肥沃な土壌から、私の家から、友人の家から芽生え、どこもかしこも埋め尽くされて、世界は一瞬にして色を失い混沌へと落ちました。でも問題ありません。私たちの生命の本質、元素力はまだこの花の中にあります。冒険者が刺激を処理した後、私はこっそりと近づくんです。
もし仲間の元素力を感じたら、それを連れ出すために。でもそれだと近畿の知識の影響が。いえ、大丈夫です。今はもうそれは重要ではありません。彼らが皆、最後に故郷へと帰れればいいのです。ずっとあのような姿でここに残り、後も残らずに消えてしまうなんて、あまりにかわいそうでしょう。こうして帰郷の機会ができた以上、少しでも多くの同胞を連れていければ、私も嬉しいですから。わかったわ。私たちに任せてちょうだい。私のことを心配してくれているのね。大丈夫よ。近畿の知識はもう存在しないわ。猛毒を持つ蛇と相対するときは、慎重を期さなければならない。でも脱ぎ捨てられた皮であれば、それはただの抜け殻に過ぎないわ。何言ってるかよくわかんないけど、とにかく意見が一致したってことだよな。よし、早速片付けようぜ。オイラたち、地域の処理に関しちゃ経験豊富だからな。岩山八九全部丸見えね。ここより弱滅の時。テッテッ難攻不落。見切りました。無我の境地。よし、テッテッテッ。逃げ道はありません。フッ。私の知る最後の同族まで、あと少しだったのに。あと少し、この子も耐えていれば。あなたが故郷に帰った後、このような苦しみを二度と味わわないことを祈っているわ。大勢の元素生命が
地域の主要になったことを考えるとおいらすごく悲しくなってきたぞ。大丈夫です。元素力が存在している限り私たちは消えませんから。体はあくまで時間からの贈り物に過ぎません。成長によって変化は訪れ、時には体そのものを捨てることだってあります。でもその本質は簡単には変わりません。もう少し早くこの子たちを治せていればこんなことにならずに済んだのに。ウリンとこの地に息づくあまたの生命のためにもこの子たちを全員見つけ出して治してみせるわ。草の王、感謝いたします。信じることを選び、そして待っていたことは私たちの選択で最も賢明な判断だったようです。あら、待って、情報が届いたみたい。うん、なるほど。ええ、いいわ、わかった、ありがとう。一致するキノコンが一体見つかったわ。今は気絶しているそうよ。おそらく私が陥っていたのと似た状況なのかと。早速行ってみましょう。ええ、そうね、私が案内するわ。この世界も私に答えているの？ここよ。もう少し奥にいると思うわ。けどキノコンがいっぱいいるぞ。こいつらは普通のキノコンなんだよな。そうだな、警戒心もかなり強そうだし。どうか戦いは避けてもらえないでしょうか。ここにいるのは全て私の同族の家族です。種族は違えど、長い間キノコンと一緒に生活してきた私たちはこの子たちのことをとても大事にしています。ちゃんと話せば分かってくれるはずです。じゃあどうすればいいんだ。このままだとお前しか奥に進めないぞ。お前の同族のキノコンを救うにはナヒーダの力が必要だろ。一つ方法を思いついたわ。キノコンの姿になる方法を私にも教えてくれないかしら。あなた様もキノコンの姿に。ですが私たちの成長には時間が必要で。でもナヒーダって神だし、キノコンに変身するくらい楽勝なんじゃないか。いえ、神といえども時間を無視するのはそう簡単なことではありません。なら見つかるリスクを冒して潜入するしかないわね。
そうなると戦闘を避けられるとは言い切れないわ。でももし私が力を使うことであなたとその家族を助けられるのなら試す価値はあると思う。わかりました。草の王の元素力は強大なものです。もしかしたらあなた様ならできるかもしれません。時間の制限を超えるには相応の代価を支払う必要があります。これに関する知識をあなた様にお貸ししましょう。変化の過程が少し楽になるはずです。ええ、私の準備はいいわ。キノコンになるなんてきっと斬新な体験でしょうね。草の王、これは遊びではありません。私は真面目に話しているのです。あら、私も真面目よ。冗談など言っていないわ。おいおい、二人ともその辺にしとけよ。ただの語弊だろ。そんなの置いといて、可能性があるならまずは試してみようぜ。そうですね。では草の王、お願いします。悪くない感じだわ。視線の高さはほぼ変わっていないわね。探している子はこの下のそう遠くないところにいるみたい。どの子がそうか見つけてくれるかしら。え、どうすればいいんだ。私がまずあの子たちに近づいてみるから、あなたたちは上から来るといいわ。相手は元素生物だから元素視覚を使うことで区別できるはずよ。見つけたら心の中で正解を念じて。私の視界にあなたたちが映っている限り、私はその心の声を聞くことができるわ。おう、任せとけ。では私は上にいるキノコンたちを他のところに引き離します。あなたたちのために道を開けましょう。わかった。よし、行こうぜ。ここからは二手に分かれる必要があるみたいだ。見回りをしているキノコンは警戒心がかなり強いみたい。迂回した方が良さそうね。見回りをしているキノコンは警戒心がかなり強い。この子どうしてこんなに大きな反応を。
いけない、見回りをしているキノコンに気づかれてしまったわ。な、な、な、見回りをしているキノコンは警戒心がかなり強いみたい。迂回した方が良さそうね。見回りをしているキノコンは警戒心がかなり強いみたい。迂回した方が良さ。キノコン、しばらく動きそうにないわ。今のうちに通りましょう。ここだわ。キノコンが何匹もいる。まずは隠れて、旅人が来るのを待ちましょう。自分の姿を変えるのがこれほど消耗の激しいことだとは思わなかったわ。借りた知識を使ってもこれなのだから、どうやらこの子の慎重さにはちゃんと意味があったようね。時間の力はまるで雨だれが一生うがつようなものです。普段は気にしませんが、一瞬で変化を求めようとすれば、極めて大きな代価を支払うことになります。そのような代価を支払っていただいたこと、心より感謝します。すべて順調ですので、あとはこの子が起きるのを待ちましょう。君たち、誰？ごめん、言葉、下手。理解、時間、必要、たくさん。大丈夫です。いい知らせがあるので、
キノコンの伝達方法で説明しましょう。世界の滅亡、終わった。今、帰る？はい。でも残念ながら、私は故郷の場所を忘れてしまったのです。あなたが覚えているといいのですが。僕、覚えてる。本当か？やったぜ！故郷、蒼龍。蒼龍。そう、そうでした。蒼龍。すみません。つい興奮してしまいました。これほど感情を表に出したことは、今までになかったかもしれません。ですが、この子の言うように、蒼龍が故郷です。また。おいら全然理解できてないんだけど、蒼龍って、元素の龍のことか？トワリンみたいな？ええ。同じ竜に属するものよ。ただ蒼龍アペプはもっと古い存在で、その元素力の蓄積もかなりの量になるわ。でもどういうこと？どうして竜を故郷と呼ぶのかしら。私たちが蒼龍の体内で暮らしていたからです。蒼龍、内部、大きい。山、水、木々、僕たち。蒼龍の体内にはもう一つの世界があります。蒼龍が最初の生命を誕生させた後、私たちをその体内で守ってくれていたんです。かつて蒼龍は威厳のある声で私たちにこう告げました。成熟した暁には新たな世界で生活ができると。ですがその日は最後になっても来ませんでした。世界の滅亡が訪れるまで故郷こそが最も良い場所だったのです。おいらまだ理解が追いついてないんだけど。はい、それと似たような関係です。どうやらあなたはパイモンよりずっと賢いようですね。ただ蒼龍は草スライムよりも何倍も大きい体を持っています。待って、そうなると、まるでアペプも近畿の知識によって汚染されているかのように聞こえるけど。ええ、その通りです。いきなり思い詰めた顔をされて、どうかしましたか？あなた様がそのような表情を見せるのは初めてですが。アペプはこの世界で、最も適応力を持った生物よ。近畿の知識もとっくにその体の一部になっていたはず。つまり、近畿の知識をすべて消したことで。そいつにも巨大な穴ができた。
おそらくそうなるわね。その体や魂はもう目も当てられないような惨状になっているでしょう。道理で長いことアペプを見なかったわけだわ。一体どうやって汚染されたのかしら。キングデシェレト文明が滅亡したせい。それ以来ずっと身を隠しながら苦痛に耐えてきたんでしょうね。今もひどく苦しんでいるはずだわ。そうなるわね。どうして忘れてしまっていたのかしら。蒼龍が限界を迎えた時、その元素力は生命の形態を維持できず体内にとどまることもできなくなる。アペプの元素力が全て外に放出されることになるわ。そして放出された高濃度の草元素はウリンを過度に成長させ、高い木々は太陽を完全に遮り、植物が人間と空気を奪い合うことになる。スメール全土が生命の住処として適さなくなるわ。そうだ、あの結晶はどうだ。あれをこいつらに見せたら何かわかるかも。そうね。ごめんなさい。あなたたちの言う通りだわ。慌てている場合ではないわね。あなたたち、これを見たことはあるかしら。ない。その力からは懐かしさを感じます。私たちの故郷に由来するものだと思いますが、その正体は私にもわかりません。すみません。私たちの記憶が曖昧なせいで。ううん、気にしないで。前と同じように助っ人に連絡して、他の家族を見つけられないか試してみましょう。あなたたちの情報はとても重要なの。情報を待ちましょう。耐え難い時間かもしれないけど。感謝、家族、果物、届いた。この子たちに、あなたたちは悪い人ではないと説明したんです。この子のことを助けたのを見て、その家族たちも感謝しています。故郷に帰る、離れる、難しすぎる、わからない。こいつら、弱い、心配。待つ、待ってる、なら、手伝って。そう焦らないでください。言いたいことはわかりました。私たちは家族を大事にします。それは、どの時期の家族であってもです。この場所を守るために、この子はいろんなことをしてきたそうですが、いざ離れるとなると、心配で仕方がないようです。現状、待つことしかできないのなら、最後にこの子の手伝いをしていただけないでしょうか。
でしょうか。ええ、もちろん。その気持ちは私にもわかるわ。それに私も自分の考えを整理する必要があるから。ありがとう、感謝。畑、食べ物、面倒を見る、植物、侵入、嫌い。手伝ってほしいことが2つあるようです。一つは食料源である畑の面倒を見ること、もう一つが侵入してきた植物を追い払うことになります。畑、あっち、まず行く。種、ここ。おう、任せろ。これは翻訳しなくて大丈夫だ。行ってくるぜ。共有することは私たちの習慣ですので。離れる、未練、心配。準備完了。時間あと少し。丸見えね。もう一匹のキノコを待っているのかしら。とてもご機嫌みたい。とても美味しい果物を見つけたからすごく喜んでいるようね。もう一匹のキノコを待っているのかしら。とてもご機嫌みたい。草の王はやはり予言通り、とても優しい神でした。つなぎましょう。時間、短い、長い。故郷に帰る。仕方ありませんね。種を植え終わったし、次は侵入者を片付けるんだったよな。
また見識を見切りました。ガンザン八九、トリックフラワーだったのか。通りで植物の侵入って言ってたわけだぜ。はっで解決っと。楽勝だったな。ええ、落ち着いたわ。でも新しい手がかりが見つかるまでできることもなさそうね。じゃあオイラたちに総竜のことを教えてくれないか。その竜について知らないことだらけだし、キングデシレトとは一体どういう関係なんだ。ええ、いいわよ。知っての通り、竜の歴史はテイワットの誕生から始まったわ。スメールはアペプの領地で、当初は一面が青々と茂った雨林だったの。え？昔は砂漠がなかったのか？そうよ。巨大な釘が天から降ってきて、雨林を完全な砂漠に変えるまではね。アペプもエメラルドグリーンの巨竜から砂色に姿を変えたわ。これもまたその環境に適応しようとしたことの表れね。あの元素生命の2匹はことあるごとに適応って言ってたんだな。アペプはずっと自分こそがスメールの主だと思い込んでいた。だからその後に訪れた秩序を認めようとしなかったの。アペプは魔人を敵視していて、その考えは今も変わっていないはずよ。ただ天の力が降りかかり、その後の近畿の知識の影響によって騒ぎを起こす余裕がなかったのでしょうね。二つの秩序がある種のバランスを取れるまで果てしない対戦が続くのは必然のことよ。私の知る限り、アペプはずっと砂漠に引きこもっていたわ。そして、キング・デシェレトはそれに興味を持った。もしかしたら、そのこともアペプが汚染された原因なのかもしれないわね。何を考えているかはわからないけれど、アペプを救うことが最優先事項なのは間違いないわ。私の手にあるこの結晶こそ、二つの事柄を結ぶ鍵になるはずよ。
はびこりなさい。ありがとう、草の王。家族、嬉しい。お前、本当にあいつらが大好きなんだな。家族、好き。君、家族、好きじゃない？そうじゃなくてさ、だってお前らは同じ種族じゃないだろ。関係ない。僕、家族、好き。家族、僕、好き。おい、ちょっとわからないぞ。家族が愛し合っているなら他のことは重要じゃないと言いたいんですよ。あなたたちは見た目を重視しますが、私たちはそうではありません。そんなことよりも、歩んできた道を、学んだ知識を、気づいた関係を大切にします。見た目よりも頼りになるし、どれも時間からの贈り物ですから。つまりは、成長の本質なんです。なるほどな。わかったぜ。見た目は変わっちゃうものだから、内面の方が重要ってことだな。大丈夫だぞ。オイラはそれでもすぐにお前がわかる自信があるからな。そうなのね。わかったわ。いいえ、いいの。ありがとう。森にはこれ以上情報がないわ。しばらくはあなたたちの家族を探せなさそうね。手がかりはここで途絶えてるみたい。もし誰もこの結晶の使い道を知らなかったら、アペプは危ないわ。ごめん。大丈夫。あなたのせいじゃないわ。二人ともが結晶のことを忘れてしまってるのは、偶然じゃないかもしれない。結晶は近畿の知識と深く関わってるんだもの。記憶が影響された可能性もあるわ。もしそうなら、他のキノコンを見つけたとしても意味がない。結晶と世界の滅亡、世界の滅亡と記憶。草の王、今唐突に思い出しました。予言のことはまだ覚えていらっしゃいますか？ええ、なんとなく。それがどうしたの？予言とは過去と未来を結びつけた物語。世界の滅亡も私たちの一部だから保存しておく価値があると私の家族が言っていました。当時、我々一族はその子の観点を認めなかったので、あの子は去っていきましたが。保存？まだ消されてないやつがあるってことか？
その可能性は低いわ。世界樹の力は隅々にまで行き届いているもの。予言ではどこへ行ったか言及していたかしら。スメールの東、底知れぬ地下、帰らぬ混沌の地。うん、きっと双眼巨炎だよな。でもあんなとこまで何しに。そうね、禁忌の知識を保存しておくことは不可能だけど、もし保存したものがもはや禁忌の知識でなくなっていたとしたら。急に難しい話をしてごめんなさいね。でも可能性は高いと思うの。私についてきてちょうだい。その元素生命が見つかったら説明するわ。What?